イチゴヤドクガエルは、ヤドクガエルかヤドクガエル族に分類されるカエル。コスタリカ、ニカラグは、パナマ西部最大体長2から2.5センチメートルと、ヤドクガエル族でも小型種。種商名パミリオは、小さいの胃。本種の持つ毒は、プミリオトキシンというアルカロイド系毒物である。プリミオトキシンの摂取元は、アリや、テントウムシと考えられていたが、新たに2004年に、 京都大学の桑原康政教授らによって、パナマに生息する、ササラダニ類のシャラライベーツ属の成虫に、プリミオトキシン類が含まれていることが確認された。このため、イチゴや毒ガエルは、食物から毒物を摂取して体内に蓄積していると、考えられている。胴体が赤く、死士が暗青色なのが、一般的だが、体色の個体変異や、地域変異が大きく、黒や黄色。 緑色などの体色で斑紋が入ったり逆に斑紋が入らない個体もいる。これらの変異種が別種として記載されたこともある。熱帯ウギンに生息する。地表性。オスは約300センチメートルの縄張りを形成して生活する。植生は動物食で小型昆虫やダニなどを食べる。繁殖形態は卵生。落ち葉の下などにオスが縫製し、その上に メスが卵を産む。孵化した妖精は、メスが背中に乗せて、溶液などの水場へ運ぶ。メスは妖精を運んだ水場を巡回して、無精卵を産んで妖精に食物として与える、エッグフィーダーという得意な繁殖形態を持つ。獅子の青さのためにジーンズを履いているようだということで、ブルージーンと呼ばれることもある。ペットとして飼育されることもあり、日本にも輸入されている。 前述のようにエッグフィーダーという特殊な繁殖形態を持つため飼育下繁殖が難しく主にワイルドコートと呼ばれる野生個体が流通する。これら野生個体は毒性が強いために手袋をして触るなど取り扱いには注意を要する。オスの縄張り意識が強いため基本的には単独もしくはペアで飼育する。小型種であるため 餌には市販の栄養剤をまぶした症状映えを与える。ありがとうございます。